あ、すいません。今エロムービー見てました。え？今エロムービー見てました。あ、すいません。あの隣のものなんですけど、声が聞こえてきて。あ、今です今。いや見てないっすよ。エロムービー見てました。あ、その壁から聞こえてきてうっすら。あ、いいですか、はい、ちょっとお邪魔します。すいません、あの隣のものなんですけども。はい。え、エロムービー見てませんでした？いや、見てないですよ、見てないですよ。あ、そうですか。はい。え、何見てたんですか、じゃあ。何だっていいじゃないですか。え、じゃあ何ですか？エロムービーじゃなかったの？いや、エロムービーの声が聞こえてきたんで、確実に。違います？ああ、見てないです。はい。何を撮ってるんですか？いや、普通に僕プライベートで回してて、はい、それで、あ、僕は全然いいです。友達かなと思って回したら、あ、僕は全然いいですよ。あ、友達じゃないですけど、隣のものなんですけど、エロムービー見てましたか？いや、あ、僕映画見てたんですよ、今動画で。あ、映画ですか？はい。何の映画ですか？何だっていいじゃないですか。いや、でもエロムービーの声が聞こえたんで。出てください。何を見てたか教えてください。何だっていいじゃないですか。僕もあなたが見てた、そんな夢中になるぐらい見てたものみたいんで、おすすめだったら教えてください。いや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 、見てました、ね。なんで言わなダメなんですか、そんなん。声はエロムービーになったんですよ。エロムービーじゃないっていうんやったら、その映画具体的に教えてもらわないと。僕、信じられないですよ。でっかい、入ります？でもいいじゃないですか。あんた開けたから入ってきたんですよ。え、なんなんすか、ほんまに。え、隣物です。いや、映画見てた。エロムービーじゃなかったの？ボクシング系の映画見てました。それで、うん、うんって言ってたんで、多分そういうふうに。女の人の声やったけど。あの、女子プロボクサーの話なんで。面白そう。なんていう映画ですか？なんだっていいじゃないですか。もう出て、教えてくださいよ。出てくださいよ。もう勝手に入ってきて、そこまで。教えてくださいよ。あ、タイトルすぐ出ない感じですか？いや、出ますよ、それ。じゃあ教えてください。いや、だから、レディースロッキーですよ。何？レディースロッキー。調べますね、レディースロッキー。いや、もういい。レディースロッキーっていうんで調べて、で、それレディースロッキーの中にそういう。あ、いやいや、あの、洋画見てたんですよ、普通の。はい。で、偶然多分そういうちょっと、まあ、なんていうか男女のシーンがあって、そうなっただけです。あ、エロムービーじゃないってことですか？じゃあその映画を教えてください。レディースロッキー。なんだっていいじゃないですか、もう出てレディースロッキーっていうのは嘘なんですか？あ、それは嘘です。え、じゃあこれで見てたんですか？何で見てたんですか？いや、自分のやつで見てました。自分のやつ。これは撮影なんで。あ、じゃあ今停止押してる状態ですよね。じゃあその停止画面だけ見せてください。めちゃくちゃ聞こえてきてたんで、壁越しにエロムービーの声が。でもそれが違うっていうんやったら、僕のなんか目利きというか、そういうのがブレてくるんで、そこは修正しておきたいんで、あの、停止をしてるんやったら、その停止画面教えて、見せてください、今。いいですか？ちょっと、失礼します。やめてください、ほんまやめてください。じゃあ、見せてくださいよ。入らないんで見せてください。エロムービーじゃないって言うんやったら。いいですか？いや、いや、そうですね。はい。いや、動物系見てました。はい。動物系のなんですか？今、2個嘘つきました。はい。レディースロッキーじゃなくて、栄養画でもなくて、動物系だったっていうことですよね。動物系の何ですか？めっちゃでっかい入りますね。いや、あんたが開けたから入ってきたんですよ。もう行って出てってや。じゃあその動物系の何か教えてください。僕動物系好きなんですよ。いや、見てました見てました。動物系ですか？え、何を？エロムービー見てました。あ、やっぱりや、はい。そうですよね。僕声が聞こえてきたなんで。はい。はい、絶対エロムービーやと思って。あの、壁際に聞こえてきた。あ、わかる。もういいです。二度とコントでください。いや、エロムービーの声聞こえたらまた来ますよ。いや、もう二度とコントでください。なんでですか？いや、ほんまに。エロムービーの声聞こえても？もうイヤホンで見るから。あ、それやったら全然来ないですよ。はい。結構大音量で見てましたよね。一人暮らしなんで。はい。すいません、お邪魔しました。いや、あの、ハエ出すんで開けときます。あ、はい。失礼します。最悪や。